はい、こんにちは。千金を飲もうと思ってます。見えるかな？これ微妙に今度はこう、イカ学模様っていうのかな？でもね、ブルーなんですよ。こう、裏レベル分かるとブルーで、天日の新酒の純米吟醸の濁りの生酒になります。天日さん、去年初めて飲んでからずっと飲んでて、シーズン2の2周年目っていうのかな？もう飲んでて、この濁り酒も手に入ったんで、山口県のお酒になります。で、長州酒造さんなのかな？多分合ってると思うんですけど、もし間違ってたらごめんなさい、許してください。なんか最近気づいたんですけど、杜氏さん、女性の方なんですけど、ついに蔵元のアカウントとご本人のアカウントを分けていろいろ運営されてるみたいで、あれ、やり方正しいなと思ってます。まあ、とりあえず、乾杯。うまっ。すっきりで、シュワッとしてて、ちょっと、マスカット系、ブドウ系の。でも、匂いは、でも匂いやっぱすっきり系だな。美味しいな。でもやっぱりほら、って言っちゃった。天日の感じです。なんかちょっと透明なんで、うまく青いのが伝わってないんですけど。ね、グラス若髪クリスタル使ってます。で、なんか最近面白いなって思ったのは、よく相手の浮気を疑う人っているじゃないですか。で、結構これ、賛否両論あると思うんで、自分が正しいとかそういうのじゃないんですけど、これ持論です。あくまでも持論です。何回も言います。あくまでも持論です。浮気を疑う人ほど浮気すると思うんですよね。もしくはしなかったとしても浮気をするクオリティがむちゃむちゃ高いと思うんですよ。で、なんでそういうふうに思うのかっていうと、だって浮気っていうのを、そういうクオリティなかったら相手が浮気するかどうかなんて気にしなくないですか？要するに、浮気っていうものが存在しない人にとっては、相手が浮気するかどうかすら、意識下にも出てこないんで、浮気っていうものが出てくるっていうことは、やっぱね、大なり小なり、その人にも浮気をする、こう、毛があるというか、クオリティがあるんですよ。まあ、実際にこう、浮気をするかはまた別問題なんですよ。なので、むちゃむちゃ持論ですよ。なんか、相手が浮気してるんじゃないかなとか、浮気してるんじゃないかどうか心配だなとかって気になる人は、まず自分を振り返ってみて、いや、もしかしたらあなた自身が下手したら浮気症なのかもしれないよっていうのをちょっと気づいた方がいいと思うんですよね。まあもちろんこれにはもしかしたら、エクサプションっていうか なんつうんだ。特例みたいな感じであって、例えば、全く本当にそういうことを疑わなかったけれども、こう今までお付き合いを、最近まで直近でお付き合いをしてた人が突然浮気をして、全く未知の状況になってすっごいショックを受けて、それがトラウマになったからなんか疑いますっていうのもあるんでしょうけど、まあだからその特例も結局、なんかもうそのぐちゃぐちゃのいきさつの中で、なんか曖昧な関係で自分も浮気をしてて、結局なんかお互い最終的に浮気してましたよねってなったら、まあ似たようなもんなんで、まあ、救いがないっちゃ救いじゃないんですけど、まあ結論す、個人的な意見ですよ。浮気を疑う人ほど浮気をするので、まあそういう人はもう軽くもう慣らした方がいいんではないかと思います。っていう、まあしょうもない話なんですけどね。まあ、話自体はしょうもないんですけど、この天日の、新酒濁り酒、マジうまいので、しかも青くてかっこいいし、ぜひ見かけたら買ってみてください。もうちょっと見つけたわけな。じゃあ、今日この辺です。じゃあね、バイバイ。